あります。私が一番のおすすめはですね、こちらでございます。焼きニンニク。これは湯布院にお仕事で行った時に、湯布院 のお醤油屋さんがあったんですよ。いろんな種類買ったんですよ。そしたらそこのお醤油屋さんのご主人がもうありがとうございますということで一ついただいたんですね。で食べてみたらめちゃめちゃ美味しくて、なんじゃこりゃと、ちょっとこれ女心をくすぐる感じのパッケージになっております。よいしょ、開きました。見てニンニク、これがまた美味しいんですよ。見て見て、こんなに茶色く煮詰めてあります。お醤油のたまり醤油の匂いとニンニクの匂いがもうたまらんです。そしてこの焼きニンニクを炊きたてのご飯にたっぷりのせます。ニンニクだから匂いがね気になるかなと思う方がいらっしゃると思うんですが、これすごい煮詰めてるので匂いが大丈夫なんです。もう何杯でも食べれちゃうこれ絶対一度食べたらマジでやみつきですよ。最高美味しいです。これがなんかうちの冷蔵庫には必ず入ってるという、大好き。素焼きしたニンニクを自家製甘露醤油にじっくり漬け込んだ焼きニンニク、1瓶950円。夏バテを一気に吹き飛ばしたい方におすすめのご飯の友です。